悪の花を飾り血の香水を浴びて舞うアブドーザブッチャータイガージェットシン世界最強悪コンビブッチャーシン合体は10ヶ月ぶりであります。これが3度目の共闘さあ入ってまいります。当然あの世界最強タッグ決定リーグ戦を意識しての入場でありましょう。扉が開いた入ってきた赤いターバンアブドールザブッチャー青いターバンタイガージェットシンシンはおなじみの右手に守護神でありますサーベルを持っています。入ってくるだけで絵になります。紙吹雪が舞います。その中をシンを気遣うようにまずブッチャーが入ってまいりました。そして若手の小川に誘導されながらブッチャーのこのブッチャーの後にタイガージェットシンが続いております。さあ入ってまいりました。臨戦態勢やつそのやつにブッチャーが襲いかかった。タウエを襲いかかったのはタイガージェットシンだ。さあそのタウエを今度はブッチャーが追いかけました。タイガージェットシンはリング上で軽くステップを踏んでおります。最強タッグを睨んでのデモかもしれません。カンナムエクスプレスあるいはダイナミックリューズこういった若いタッグチームが出てくる中非常にその若い人たちを意識していることでしょう。シンそしてブッチャーです。さあこれがタイガージェットシンです。そして今タウレがリング上シンシンクが飛んでいきました。そして早くもコブラクローカーいきなり行きました。タウレに行きましたタイガージェットシンであります。さて馬場さんこのタイガージェットシンは、10ヶ月ぶりのこの来日なんですが、その間この何をどこでしていたんですか。私とも情報全く入ってないんですが僕もわからないですね。そうですか。ですけども東南アジアっていうかねシンガポールとか、インドとか。あそうですか、はい、それだけに非常に不気味タイガージェットシン。そしてブッチャーといえばあの 9.2 武道館馬場さんがこのブッチャーとの因縁の対決ブッチャーを最後はバックドロップから抑え込みました。そのブッチャー当然ジャイアント馬場さんに対しまして接触戦も意識していることでしょう。さあ田上田上に対して地獄突き田上さあ動きが止まっているさあフライングメイヤーブッチャーの動きがいい。そしてあーっと面の中に手を入れた。さてこの試合馬場さん遅くなりましたが見どころを一つ、見どころってねどうなんでしょう。そのやっぱりブッチャーとシンがね、その最強タッグを、ね、狙って来てますからね、はい、どういうコンビネーションするかですよね、はい、もうこの2人はね作戦なんかないんじゃないかと思うんですよね、しかし馬場さんその割には今もうタッチ2回ほどしましたがコンビネーションのっけからいいようなねそんな感じですね。そうですね、はい、シンからブッチャーブッチャーからシンと入れ替わりました。そしてノータッチで入ってくるんです。高田も曲がりました。この独特の靴で蹴上げました。アブドールがブッチャーであります。さあタウレが体ごとヤツに持ってまいりました。さあヤツがパンチをタイガージェットシンに打っていきます。赤いコーナーです。ボディースラムです。来週放送の名古屋世界タッグの防衛戦があります。相手は天竜ハンセン組。そしてまた世界タッグの向こうに三冠王座をも睨んでいることでしょう。八代明これがタイガージェットシン。やつを捉えますタイガージェットシン。このシンとは来週放送の名古屋大会忘れてはいけません。ジャイアント馬場さんがこのタイガージェットシンと一騎打ちを行います。ずっとその戦況を放送時で見守っておりますジャイアント馬場さんです。過去このタイガージェットシンとは PWF ベルトをかけました4回対戦4回ともジャイアント馬場さんが防衛しております。特に前回60年2月になりますが東京都体育館、馬場さん16年ぶりのアバラ折り、はいはい、あそこはどうして、まあ、その完全にインドをシンに渡したんですがどうしてアバラ折りだったんですか。はい、やっぱり彼はじっとしてませんからね。あそうやってそのやっぱりアバラ折りを決めて動かさないという戦法でないとすぐ外に出ましたからね、そういう意味でその彼を動かさないという狙いだったんですよね。そうですか。絶対的に自信が馬場さん終わりなんではないんですか今回の対戦も。いやーともいかないですか。あれからまた日数も経っております。いく立て付きを数えております。タイガージェットシンも接触を必ずが狙ってくることでしょう。しかしあの試合私は見ておりました。ジャイアント馬場さんはノーダウンで登場したんです。愛知県体育館大会はどういう試合になりますか。そのタイガージェットシンからアブドーラザブッチャーです。
あのブッチャーと戦った印象はどうでしたか、武道館は。やっぱりね、はい、あの1人になるとね、要所要所は非常にその動きが早いですからね。そうですか。さあ体当たり、そうやってね、力でその襲おうと思ってもね、やっぱりブッチャーには無理ですよね。ああそうですか。なら何でいくか、八代志明。馬場さんはよくこのキックとか16問でこのブッチャーの出足を止めたが、ああ安野がちょっとやはりこの体勢崩れ、やっと円錐を行きました。これはいいぞ。ここしかし空手でこれを防いだ。ああやはり食ってしまいます。ブッチャーのパフォーマンス、リング上のパフォーマンス、他の追従を許しません。そして今度はカウンター、おっと今度はやつが防いだ。おっとボディースラム、よく投げた八津吉明。そしてラリアット、突っ込んだモンキーフリップ。さあタングはどんな技を見せてくれるか。ヤツがいい形に持ち込みました。さあタング頑張れ。大物ブッチャーを相手にするタングどうですか、馬場さん。いや、いいですね。ダラーンピカーと、しかしブッチャーが一番上か。ああ持っていかれてしまいました。今5分が経過、今度はタイガージェットシンガルと回ります。タイガーが2人に捕まってしまいました。今度はあーっとトーキックです。そして前から地獄漬け、たまりませんね馬場さんね。いやー、そしてエルボー、危ない危ない。そしてこの真のカットの速さ、ヤツはあっという間に場外へ。アブドラ・ラブッチャーはエルボーで田植えを仕留めました。そして放送席馬場さんの前、イスコン駅はタイガージェットシン、そして馬場を挑発、そして馬場を挑発、タイガージェットシン馬場を挑発だ。放送席前、あっとツボ引っ掛けた。馬場さんはしかし回転してたので、回転してたのでこれに応戦はいたしません。今腰を上げた、あっとおっと柵をまたいだ、柵をまたいだタイガージェットシン。右手でジャイアント馬場を指している、指さしている、なんて言ってるのか、なんて言ってるのか。あーっと馬場も右手を返した、右手を返した。そしてブッチャーだ、左にブッチャー、あいや右にブッチャー、左にシン。馬場の先頭、右手にブッチャー、左手にシン。ブッチャーはあの武道館の雪辱、そしてタイガー・デッドシンは来週放送の名古屋大会一騎打ち。いずれもジャイアント馬場デビュー30周年記念試合であります。ブッチャーは一周した、しかしタイガー・ジェット・シンがラーッとシンが今度はボディの多いリチャード君に手を出した、リチャード選手に手を出した。そしてまた馬場を挑発しております。さあジャイアント馬場一歩前出た、一歩前出た。タイガー・ジェット・シンもブッチャーと肩を組んで、そして挑発を続けている。今八代志明がジャイアント馬場の横に入りました、横に入りました。しかしこれは火に油を吸う結果になったか。あっとまたまたツバをする、またツバをしています。あっとこれ一層持って危ない危ない、危ない、ジャイアント馬場を狙っている、危ない。八つも一層持った、八つも一層持った、八つも一層持った。寺西が真の持った一層を抑えている。のっぴきならない状況になりました。リング上収集がつき、いや場外収集がつきません。今やっと城樋口、そして若手の選手に制せられまして、シン、そして、アブドール・ダブッチャーが、あーっとこれは2人の結束を固めるデモンストレーションか。おっとちょっと見ましょう。おっと胸を押しました、タイガー・ジェット・シンですが、これがアブドール・ダブッチャーだ。しかしこの後全シリーズもにっこりと流血をしながら握手を交わす場面が何回も見られました。さあ今回のは本当の仲間あるか、どうなんだ花道。アブドール・ダブッチャーの表情はどうだ、真の表情は背中で見えない。さあどうだ、おっとまたこづいた。ちょっと分かりません。まず馬場さんに伺いましょう、世界最強、あの馬場さん怪我はないですね、大丈夫ですね、はいはい、最強はコンビ、今ちょっと花道で、ちょっと仲間割れのような様子も見せましたが、馬場さんはどう推察しますか。芯はこの程度ですよね、この程度と言いますか、このぐらい動きはいいんですよね、はい、
ブッチャーの方が、まあね、はい、ブッチャーはまだそんなに出てきませんでしたでしょ、長くね。うん、そうですね。ですからもうちょっと長くやってみないとわからないんですよね。あ、そうですか。これだけ大きくてね、スタミナがすぐなくなりそうなんですけど、なくならないんですよね、はい、スタミナがね。そうですね。八津田上組はもう最後はアードタイガーリットシンの速いフォロー、この速い攻撃、どうなりますか。愛知県体育館ジャイアント馬場さんとの一騎、馬場さんどうぞ頑張ってください、はい、どうぞお楽しみいただきたいと思います。さて馬場さん、このタイガージェットシーンは、10ヶ月ぶりのこの来日なんですが、その間この何をどこでしていたんですか。私とも情報全く入ってないんですが、僕は分からないですね。そうですか。ですけども、東南アジアっていうかね、シンガポールとか、インドとか。あ、そうですか、はい、それだけに非常に不気味タイガージェットシーン。そしてブッチャーといえば、あの 9.2 武道館、馬場さんがこのブッチャーとの因縁の対決、ブッチャーを最後はバックドロップから抑え込みました。そのブッチャー、当然ジャイアント馬場さんに対しまして接触戦も意識していることでしょう。さあ田上、田上に対して地獄突き、田上、さあ動きが止まっている。さあフライングメイヤー、ブッチャーの動きがいい。そしてあーっと面の中に手を入れた。さてこの試合、馬場さん遅くなりましたが、見どころを一つ。見どころってね、どうなんでしょう。そのやっぱりブッチャーとシンがね、その最強タッグを、ね、狙って来てますからね、はい、どういうコンビネーションするかですよね、はい、もうこの2人はね、作戦なんかないんじゃないかと思うんですよね、しかし馬場さん、その割には今もうタッチ2回ほどしましたが、コンビネーションのっけからいいようなね、そんな感じですね。そうですね、はい、シンからブッチャー、ブッチャーからシンと入れ替わりました。そしてノータッチで入ってくるんです。かかとも曲がりました。この独特の靴で蹴上げました。アブドールがブッチャーであります。さあタイガが体ごとヤツに持ってまいりました。さあヤツがパンチをタイガージェットシンに打っていきます。赤いコーナーです。ボディースラムです。来週放送の名古屋、世界タッグの防衛戦があります。相手は天竜。たまりませんね、馬場さんね。いやー、そしてエルボー、タウヤオガイ。そしてこの真のカットの速さ、ヤスをあっという間に場外へ。アブドルナブッチャーはエルボーでタウヤを仕留めました。そして放送席、馬場さんの前、イスコン駅はタイガージェットシン。そして馬場を挑発、そして馬場を挑発、タイガージェットシン、馬場を挑発だ。放送席前、あっと唾を引っ掛けた。馬場さんはしかし回転してたので、回転してたのでこれに応戦はいたしません。今腰を上げた、あっとおっと柵をまたいだ、柵をまたいだタイガージェットシン。右手でジャイアント馬場を指している、指さしている。なんて言ってるのか、なんて言ってるのか。あっと馬場も右手を返した、右手を返した。そしてブッチャーだ、左にブッチャー、あ、いや右にブッチャー、左にシン。馬場の先頭、右手にブッチャー、左手にシン。ブッチャーはあの武道館の雪辱。そしてタイガージェットシンは来週放送の名古屋大会一騎打ち。いずれもジャイアント馬場デビュー30周年記念試合であります。ブッチャーは一周した。しかしタイガージェットシンが、ラーッとシンが今度はボディの多いリチャード君に手を出した。リチャード選手に手を出した。そしてまた馬場を挑発しております。さあジャイアント馬場一歩前出た、一歩前出た。タイガージェットシンもブッチャーと肩を組んで、そして挑発を続けている。今八津吉明がジャイアント馬場の横に入りました、横に入りました。しかしこれはヒリ油を吸う結果になったか。あっと、またツバをする、またツバをしています。悪の花を飾り、血の香水を浴びて舞うアブドーザブッチャータイガージェットシン、世界最強悪コンビブッチャーシン、合体は10ヶ月ぶりであります。これが3度目の共闘。さあ入ってまいります。当然あの世界最強タッグ決定リーグ戦を意識しての入場でありましょう。扉が開いた、入ってきた赤いターバンアブドールザブッチャー、青いターバンタイガージェットシン。シンはおなじみの右手に守護神でありますサーベルを持っています。入ってくるだけで絵になります。紙吹雪が舞います。その中をシンを気遣うようにまずブッチャーが入ってまいりました。そして若手の小川に誘導されながら、ブッチャーのこのブッチャーの後にタイガージェットシンが続いております。さあ入ってまいりました。臨戦態勢、やつそのやつにブッチャーが襲いかかった。タウエに襲いかかったのはタイガージェットシンだ。さあそのタウエを今度はブッチャーが追いかけました。
タイガージェットシンはリング上で軽くステップを踏んでおります。最強タッグを睨んでのデモかもしれません。カンナムエクスプレス、あるいはダイナミックリューズ、こういった若いタッグチームが出てくる中、非常にその若い人たちを意識していることでしょう。シン、そしてブッチャーです。さあこれがタイガージェットシンです。そして今タウレがリング上、シンシンクが飛んでいきました。そして早くもコブラクローカー、いきなり行きました。タウレに行きました。タイガージェットシンであります。やっぱりね、はい、一人になるとね、要所要所は非常にその動きが早いですからね。あ、そうですか。さあ体当たり、そうやってね、力でその襲おうと思ってもね、やっぱりブッチャーには無理ですよね。あ、そうですか。なら何でいくか、八代志明。馬場さんはよくこのキックとか16問でこのブッチャーの出足を止めたが、あ、安野がちょっとやはりこの体勢、やっと円錐を行きました。これはいいぞ。ここがしかし空手でこれを防いだ。ああ、やはり食ってしまいます。ブッチャーのパフォーマンス、リング上のパフォーマンス、他の追従を許しません。そして今度はカウンター、おっと今度はやつが防いだ。おっとボディースラム、よく投げた八津吉明。そしてラリアット、突っ込んだモンキーフリップ。さあタウレはどんな技を見せてくれるか。ヤツがいい形に持ち込みました。さあタウレ頑張れ。大物ブッチャーを相手にするタウレ、どうですか馬場さん。いや、いいですね。ダラーンゲカーと、しかしブッチャーが一番上か。ああ、持っていかれてしまいました。今5分が経過。今度はタイガージェットシンが出てまいります。タイガーが2人に捕まってしまいました。今度はあっとトーキックです。そして前から地獄漬け、感染組。そしてまた世界タッグの向こうに三冠王座をも睨んでいることでしょう、八代明。これがタイガージェットシン。やつを捉えます、タイガージェットシン。このシンとは来週放送の名古屋大会、忘れてはいけません。ジャイアント馬場さんがこのタイガージェットシンと一騎打ちを行います。ずっとその戦況を放送時で見守っております、ジャイアント馬場さんです。過去このタイガージェットシンとは PWF ベルトをかけました4回対戦、4回ともジャイアント馬場さんが防衛しております。特に前回60年2月になりますが、東京都体育館、馬場さん、16年ぶりのアバラ折り、はいはい、あそこはどうして、まあ、その完全に引導をシンに渡したんですが、どうしてアバラ折りだったんですか。はい、やっぱり彼はじっとしてませんからね。あ、そうやってそのやっぱりアバラ折りを決めて動かさないという戦法でないと、すぐ外に出ましたからね。そういう意味でその彼を動かさないという狙いだったんですよね。そうですか。絶対的に自信が馬場さん終わりなんではないんですか、今回の対戦も。いやー、ともいかないですか。あれからまた日数も経っております。いく立て付きを数えております。タイガージェットシンも接触を必ずや狙ってくることでしょう。しかしあの試合私は見ておりました。ジャイアント馬場さんはノーガンで登場したんです。愛知県体育館大会はどういう試合になりますか。そのタイガージェットシンからアブドーラザ・ブッチャーです。ブッチャーと戦った印象はどうでしたか、武道館は。